車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土地パフォーマンスです。今回は葛飾店に来ております。ここ葛飾店で何をお届けするかというと、なんと来年のオートサロンに出展する車を製作する様子お届けいたします。というわけで早速ノロマルの状態で入庫しているそうなんで、出展する車とどんなことをやるのかお届けしたいと思います。さあ、それでは早速来年のオートサロンに出展する車を発表したいと思います。こちらです。やってきました、992ターボ S カブリオレでございます。というわけでこちらの992ターボ S カブリオレをベースに、なんと今回テックアートのコンプリートカーを作っちゃいます。ただ毎年テックアートのコンプリートカーって出させていただいてるんですけども、今回は規模が違います。なんとこちらをベースに外装だけじゃなくて内装とエンジンも、といってもタービンなんですけど、手を加えてパワーアップもしちゃいます。そしてですね、これ今まで通りのテックアートのコンプリートカーじゃございません。なんとですね、オートサロンで発表される新型のコンプリートカーの、なんと世界1号車になります。そちらを組み込んでの展示になります。というわけで今日葛飾店でこれから全バラします。でまずは車の状態を見ていきたいと思います。車はまずジェットブラックメタリックですかね、まあ、PTS のなんか特殊なカラーではないんですけれども、まあ、その点逆にコンプリートなのにはかなりいいんじゃないかなと。そしてですね、ターベースということで当然カーボンセラミックとセンターロック標準でございます。こちらは当然センターロックのテックアートのホイールに交換予定でございます。そして内装ご覧ください。ボルドーレッド一色のこちらの内装、こちらを全部今回外してドイツに送りまして、張り替えて戻ってきたら日本で全部組み込んで内装コンプリートにします。というわけでハンドルもダッシュボードもセンターコンソールもドア張りもおそらくカーペット以外全部これから分解いたします。というわけでこの内装がどんだけ変わるかも覚えておいていただけるといいんじゃないかなと思います。そしてリアに関してはもう若干作業がフライングで進んでますけども、こんな感じでウイングこの辺なんかも変わるんだと思います。そしてですね、今回最初も言った通りパワーアップもします。というわけでこれから内装を外す作業と同時にタービンと、まあ、あとはそれを制御しているコンピューター、2つも外してドイツの方に送ります。でこれ何馬力になるんですか？800馬力。というわけで800馬力のモンスターマシン、もうそもそもテックアートになる前のこのターボ S の時点でとんでもパワーなんですけども、さらに上を行くパワーを手に入れるということで、その辺の作業もこれからやっていきたいと思います。さあ、というわけでこんな感じで内装のバラバラに関しては終わりました。というわけで車の形に並べてみたんですけれども、まだちょっと内装のどんな感じになるかっていうのが正直まだ決まっておりません。あのテックアートのデザイナーの方にデザインしてもらって、まあ、内装を多分全部じゃなくて、まあ、一定部分このボルドーレッドの部分を残しつつ内装をガラッと変えちゃいます。でまだデザインが上がってきてないんで、まあ、とりあえず全部送ってやってもらう感じになると思います。でバラしたものはもうほぼ全部です。ちょっとバラしたものから見ていただくと、こんな感じでもうダッシュボードもそうだし、ハンドル、メーター、ダッシュボード下、そしてシート、カーペット以外全部ですね。こんな感じで、でシートに関してはこれエアバッグ今の車内蔵されてるんで、まあ、基本的にそのまま送るってことができないんで、ここからさらにこの分解して表皮だけを送るような作業になります。でドアパネルだったりダッシュボードに関しては、まあ、必要なパーツ外して送るような形になるんだと思います。今回カブリオレだったんで内装の摘出っていうのは非常に簡単でもないですね。クーペよりかは簡単にできたんですけども、こんな感じでリアシートだったりリアのこのパネルも全部こんな感じでバラしました。これも多分張り替えになるんだと思います。そしてリアに関してはこんな感じで、まあ、一部クッションがこんな感じで割と簡単に表皮が剥がせるんで、表皮剥がしてこれだけテックアートに送って全部貼り替えてもらいます。でテックアートの場合はもう何度も本社の訪問でお伝えしますけれども、
あらゆることができます。もうポルシェと同じ生地で張り替えるなんてのもできますし、色も様々選べますし、まあ、あとは場合によっては他の車、他のメーカーで使われている生地なんかっていうのも、まあ、手に入ればなんですけども、そういったもので張り替えるっていうことも可能です。でやっぱりもうカラーだったりだとか素材だったり膨大な量になるんで、もう決められないぜという方はテックアートの方にデザイナーがいるんで、まあ、そういった方と相談しながら内装だったりっていうのをコーディネート決めるっていうことなんかもできますんで、ぜひその辺もお気軽にご相談ください。そしてですね、こんな感じで内装全部バラバラにしたんですけども、車の方も見ていただきましょう。こんな感じでもう何も残っておりません。もうセンターコンソールからも全部バラしたんで、もうこの辺なんかもこれ戻すのが相当大変になりそうなんですけども、こんな感じで全部バラして組み立て直すと。というわけで、まあ、もちろんそのポルシェのオプションというかスペシャルメニューで、まあ、内装あらゆるところもできると思うんですけども、テックアートの場合さらにそれを上を行く内装のカスタマイズっていうのができるんで、まあ、純正で満足できない方はそういったカスタマイズを非常におすすめでございます。そしてあとはこれからリアバンパー今外れてるんですけども、タービンの外しの作業だったりだとか、あと今回そのパワーアップによって DME のプログラムも書き換えになります。一応ミッションの方とエンジンの方両方なんで、その辺もあるんで、その辺も分解してこれからドイツに送って、まあ、1ヶ月半ぐらいの旅になるんですけども、また戻ってきたら組み込みっていうのをお届けしたいと思います。さあというわけで、先ほどこの車の仕様とあとバラバラに移る様子を見ていただいたんですけども、実はあれから数日経って今撮影しております。まあいろいろありまして、まあ、分解した後それを全部梱包してドイツに送ったりだとか、まあ、あとドイツと打ち合わせしてこんな風にしよう、あんな風にしようっていうやり取りがあったりだとか、あとは作業ちょっと途中だったんですけども、後ろご覧ください、タービンも外してドイツに旅立ちました。ここからタービンを加工してもらって、まあ、帰ってきたのを組み込んでパワーアップっていう、そんなのも進んでおります。さあそしてですね、動画の前半でこんな風にします、あんな風にしますってお届けしたんですけども、実はあの後ドイツと本国やり取りして、まあ、やっぱりちょっと仕様変更しようだったりとか、もっとこっちの方がいいんじゃないかなんていういろんな意見が出て、まあ、結局ですねカーペットだったりだとか、まあ、あとは本来色が変えられないそのドアのスピーカーグリルのところだったりだとか、まあ、あとはハンドル の, そのベースの部分だったりだとか、その辺も実は変更することになりまして、変更後はお楽しみ、はい、というわけでどんな感じになるのかっていうのは、もう最初の段階よりかももっと本当に皆さんに楽しみにしていただきたいような内容に一応今のところなりましたんで、まあ、これをぜひオートサロンで見ていただきたいと思います。そしてですね、こちらの車両スペシャルな名前がついて、テックアートのコンプリートカーとして世界的な1号車としてワールドプレミアになりますので、ぜひ会場で実車のこのクオリティだったりだとか、まあ、テックアートの技術を目の前で見ていただけるといいんじゃないかなと思います。というわけでこの続きはあんまりお見せしちゃうとこうワールドプレミアのドキドキがなくなっちゃうんで、まあ、全部はご紹介できないと思うんですけども、おそらくあと1回2回ぐらいは経過ご紹介すると思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして各種 SNS のフォローも、そちらの方が多分おそらく早く情報を発信してきますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。